はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのは目の前にありますけれども、エヴァンゲリオン最終号機。こちらね、私が初となるシリーズのフィギュアです。このイラストがめちゃくちゃかっこいいっていうのはお分かりいただけるかと思いますが、とりあえず箱の外観を一回転させてみてもらいたいと思います。回転させてみてもらいましたよね。こちらが裏面になるんですが、この裏面のね、この右上のね、はい、ここにこのシリーズの名前が書いてあるんですが、最初私ね、鉄の塊って書いてあって鉄塊かと思ったんですよ、鉄塊かと思ったんですけど、下にね、まあ分かりづらいですが、英語でね、モータルマインドって書いてあるんですよ。マインドって音は塊の方じゃない、魂の方ですね。はい。ということはこれは多分鉄塊じゃなくて鉄痕って読むんですかね。わからないんですけれども、そのシリーズ、まあ、作品は違いよね。このシリーズはいろんなロボット系のアニメをフィギュア化してるんですけれども、今回はそれのね、エヴァンゲリオンの最終号機をフィギュア化したということでね、その画像を見た時にね、めっちゃかっこいいと思ってね、思わずポチっちゃって購入させていただきましたがね、それが届きましたので、今回はそれをご紹介していきたいと思います。いや、これはちょっと期待してるんですがね、まあ、この箱を開けたらね、なんか、多分ですけれど発泡スチロールに入ってるんだと思います。なんかギシギシ言うんでね、はい、ではその状態まで持っていきたいと思います。はい、一応ね、その段ボールの蓋を開けたらこんな感じでね、いや、めっちゃ向こうかっこよくないですか。いや、すげえかっこいい。いや、すごいな、これ。これが、これあれですね、上蓋ですね。すごい、白押しだ。金の白押し。すごいな。じゃあ、これちょっと開けてみよう。はい、開けるとね、こういう感じで入ってます。ああ、これはまずあれだね、説明書かな。そうですね。はい。で、上蓋の中にフィギュアとか入ってるんですが、あ、台座ですね。台座に、まあ、ここら辺が各種パーツ。で、これ本体ですね。多分、これだけじゃなくて、2層とかになってんのかな？はい。やっぱり2層目がありましたね。はい。まあ、こちらはもう細かいパーツですね。まあ、このブレードとかが武器とかね。入ってて、で、下にはね、オーロラのエフェクト。いや、これすげえ綺麗だな。いや、すごいな、これ。ま、このシリーズ初めてですけれども、メタルビルドよりすごそうな気がする。はい、開封しました。とりあえずね、いや、めっちゃくちゃちょっとパーツがあるんで、さらっとね、ご紹介していきたいんですが、まずもう早速なんですが、本体ね、見ていただきたいと思います。こちら、はい、どうです？頭ないんだけど、すっごいなんかこうメカメカしい感じに仕上がってるよね。いや、すごい。なんかね、こう触った感じはもうメタルビルドみたいな感じの金属感ですね、ただこれ刀身がめちゃくちゃでかいんですよ。枠に入らないぐらい。自立はするね。台座なくても自立はする。ただでか。
でかいね。でその他のパーツとしてはね、こちらがバックパックですかね。このもう一つあるんですけれども、はい、バックパックですね、うん、この長い刀があったんですけれども、これがね名前ちゃんと入ってて備前長船、うん、備前長船っていう刀ですね。いやすげえ長い、かっこいいなこの刀も。いやすげえ持ち手がねあるっていうのがいいね。こう持って切るって感じで両手剣だね。うん、すごい。でもう一つね、刀が入ってて、こちらが鞘に入った状態ですね。うん、これが孫六っていう刀です。すごいね、ほんと日本刀みたいな名前。これもね、こう引き抜けますね。これは片手剣ですね。孫六。かっけえ。で、本当の刀みたいに収納ができるっていうね。カシャ。素晴らしい。で、次がね、こちらなんですが、これは何かっていうとね、ルクレティウスの槍。うん、まあ、これは私は使用しないんで、まあ、この状態でちょっとご紹介させていただきますが、多分こう合わせるんだよね、うん。そうすると槍の形になると。はい。これが腰のアーマーですね。うん、まあ、細かくね、こうマーキングまで、うん、施されていいですね。で、あとはね、ちょっとね、全部は組み立てないんで、ちょっとこのね、パッケージ上から、ご説明させていただきたいと思います。まあ、まずこれがね、頭部のヘッドパーツですね。ヘッドパーツに、こちらが角ですね、取り付ける2本あります。これ、このちっちゃいのが光の翼の小さいやつって感じですね。うん。まあ表記的には AB の B って書いてありますけど。で、あとこれがプログレッシブナイフですね。うん。で、あとは手パーツがこうたくさんあります。あとはジョイントパーツとかですね。うん。で、これが金属の支柱ですね。はい。それを支える台座ですね。こちら。バーンとね。かっこいい。エヴァンゲリオン最終後期。すごいね。金の箱押しです、うん。でかい。台座もでかい。で、こちらが光の翼ですね。うん、4個、4枚ありますね。うん、これも本当に虹色に輝いてるね。すごいな、これ。こちらのね、説明書で、今解説させていただいたんですが、まあ、全部組み合わすと相当な、時間がかかっちゃいますんでね、必要最低限の装備だけ取り付けて飾りたいと思うので、まあ、自分がね、飾りたいと思うポーズのパーツのみくっつけたいと思います。でね、これね、ギミックがあって、なんかね、こういう特殊なもので、なんか中のコアみたいなのが外れるのかな？うん。で、このボタン電池、うん、ボタン電池を入れることによって発光するギミックがあるらしいんですよ。しかもその発光手順がね、珍しいんですよ。なんかタッチスイッチ式らしいんですよ。なんかこの特殊なパーツでタッチすると点灯するらしいんですよ。めちゃくちゃすごくないですか、これ。メタルビルド超えたな、これ。すごいな。
この説明書もかっけえし。いや、すごいな。まあ、なんだかんだこれ組み立てるのもね、ちょっと時間がかかりそうなんでね。まあ、とりあえず、パーツ等々を取り付けてね、ポージングしてちょっと飾ってみたいと思います。はい、途中なんですけれどもね。ちょっとすいません。頭部の方。はい、この頭部の方がですね、ギミックがありまして、まずここのエラっていうんですかね、この部分がこう開くんですよね。こんな感じで。で、ここ、口もなんとここまで開くっていうね。もう叫び顔。これまで再現できるっていうね。すげえよ、これ。しかもかっこいいよな、顔が。顔がもうかっこいい。一応ね、全部組み上げてポーズ決めたはいいんですけれども、これでっていうわけではなくて、とりあえずで、はい、この形でちょっとご紹介させていただきますが。いやー、これね、ガチャガチャね、いじくり回してポージング決めたんでね、私、はい、流血しちゃいましたね。血出ましたわ。結構鋭利な部分もあるんでね、皆さんは気をつけて組み立てましょうということでね。はい。まあね、これね、とりあえずめちゃくちゃかっこいいのは確かなんですが、後ろの光の翼をね、つけたんですが、全然画角に収まらないんですよね。なので、もちろんケースにも入らないということでね、これは結局取り外します。ということで、今限りで、こうね、ご紹介しますが。はい。こんな感じですね。これで一回ちょっとね、回転させてみましょうか。まあ、上半身だけですが。ということでね、上半身のこの光の翼だけをね、お見せするために回転させましたがね、いや、この状態では飾れない。しかもね、見てもらえばわかりますが、支柱がね、ほんと鉄の棒一本で支えてるんですよ。いや、ここはメタルビルドに分が出るよね。支柱が心もとない、これ。とてもじゃないけどね、浮かして飾れない気がする。はい。ということでね、ちょっとこちらポージングをね、改めて変えたいと思います。はい。とりあえずね、ポーズ決め終わりましたんですけれど、これね、このシリーズは至るところにね、マグネットが仕込まれてるんですよね。なので、力を入れずにね、ポンって吸い付いてくれるんで、助かりますね。まあ、代表的にね、この、小さい、何だったか忘れたけど名前ね。これがここにマグネットが仕込まれてますね。はい。で、ここにも、まあ今ちょっと向きがあれですけど、同じマグネットがついてます。先端に。なのでこれをね、普通にこう近づけるだけ吸い付くんですよ。こんな感じで。このライフルとくっつく感じですね。こういうね、マグネットが至るところにね、備え付けられてるんで、めちゃくちゃこれ出来いいですよ。はい。ということでね、私はこの感じで飾りたいと思います。いや、なんだかんだすげえシンプルになったんだけど、まあ、とりあえずね、左手は刀の孫六のところに添えて、で、右手が備前長船を装備している感じで、まあ、すだちに近いポーズですよね。なんだかんだでこれが一番かっこよかった。しかもね、こちらのね、顔がね、顔がほとんど稼働しないんですよ。まあそれもあってね、向きも変えられないんで、顔のね。だからポージングがね、結構決まらないんですよ。
なので正面を向いた時の感じで一番かっこいいポーズがなんだかんだでこのポージングだったっていうだけですね。はい。でもめちゃくちゃかっこいい。すげえかっこいいこれ。で、これね、もう一個のこのね、スイッチを使ったギミックっていうのをお見せしたいと思います。はい。これなんですけど、中央にね、また同じようにね、さっきの武器と同じように磁石がついてます。これをね、胸に当てるんですよ。そうすると発光するんですね。ここの胸のところです。いきます。はい。どうです?このね、近づけるだけで光るっていうね、このギミック、すげえいい。簡単で、ね、すげえいいんだよね。めちゃくちゃかっこよくない?これだけですげえ絵になる。何これ?いや、めっちゃかっけえ。しかもね、目がね、赤く光るんで、めちゃくちゃいいよね。いや、これはマジやばいぜ、このシリーズ。で、もう一回近づけると、はい、こんな感じで消えます。はい。めっちゃお手軽だよね。いや、すごいわ、これ。はい。といった感じでね、まあ一応ね、これ台座には載せ、台座の支柱には載せてないです。これね、普通にこの状態で立てます。はい。ただ、ちょっと後ろにつんのめったら嫌だなっていうので、後ろの支柱そのままにしてますが、まあいらないっちゃいらないんだけどね。まあ一応予備として、後ろに倒れないように支柱は置いてあります。はい。まあ、さっきのね、ライトのギミックの点灯でちょっと明かりを暗くしてたんですが、はい、ちょっとまた明るくしました。ではね、この状態で、まあ、備前長船があるんでいつものね背景に変えられないんで、この状態でね、回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。